こんにちは、ベンジです。パタポン2の続きをやっていきます。さあ、メデンを救いに行きましょうかね。こうヘルプって書いてるから。うん、ここが前回行ったとこ。あ、これが巻物のとこか。なんか前回巻物拾ってここかなと思ったんだけど、ここじゃないわ。これだ。ググチョッパ遺跡。あー、チョッキングか。ワンでもいたカニのボスだ。カーメンジョンボン即死で手に入れたほどけない巻物が指し示す、ググチョッパ遺跡に最強の一体と目される究極のボスが新たな力を携えてついに出現した。え、カニじゃない？やりで、あ、とりあえずこれでいくか。よし。カニもどんなんだか忘れたな。いや、カニかな。でもググチョッパっていうくらいだから。あ、なんか新しいもの。楽譜か。楽譜だ。え、まだなんかある？あ、なんか枠は一つ空いてたね、今。神様、聞こえますか？新たな歌を覚える時です。ドンチャカの歌は状態を回復する。火や眠りを解除します。そうなの？そんなのある？うわ！わあ、すごい基本的なことを言われた。覚えにくい。騒ぐ。パタポンドンチャカ。やっぱチョッキングな。チョッキンチョッキンチョッキンなって途中で言うと思う。うわ、強そう。これ強い方の感じじゃない？やろう。間違った。危ねえ。うわ、強いかも。やば、ガード。やっべ、早えよ。これ強い。ドン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 。今までのボスは比べ物になんないこれ。眠らせてからこれ状態異常解除とかやってもさ、やったところでなんだよ。半発入れ作るからさ。あー、液体か。逃げろ。いやー、今度はいきなりか。いや、もうここで避けれないもんね。うわ、一応逃げさせた。おお、ラッキーだよ今の。どうすりゃいいんだ。振り下ろしだから、うわ、ジャンプしても無理だと思う。ちょっとどこ行くの。死んだ。強すぎないこいつ。え、しかも消滅だよ。ヒーロー生き返んなかったらもう無理よ。おう、それも絶対一撃だよ。でもこれは避けやすい。
無理じゃない、この戦力。逃げろ、危ない。一応頑張ってみる。ひるませた。もう、ああ、ハタポン眠らされたらおしまいなんだけど。ああ、怖っ。何それ、その構え知らない。え、なんか短い泡だった。怖い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 。いやー、コンパタで合ってないよ多分。強すぎる。諦めるかな。多分無理だこれ。ああ、終わった。どうすんだ。あ、騒ぐをどう使えばいいのか分かんない。眠ったり凍りついてしまった時、何もできず座して死を待つのは実に悔しいもの。その時は、パタポンドンチャカのコマンドを決めれば状態異常解除。ドンチャカの歌の効果時間中は、ああ、その説明先に欲しかったね。それなら意味わかる。なってからやるんじゃ意味ないもんね。じゃあ、どうしようかな、どうしようかな。とりあえずこれでもう一回行くか。行こう。うん、意味は分かった。効果時間がどれくらいかが分かんないけど、まずはボスまで行きます。まずパタポンドンチャッカで一回攻撃して、まだ攻撃していい。ここでこれは無視して寝てるー。何やってた。嘘じゃんよ、それは状態異常じゃないのね。これでどうだ。ああ、普通に当たんなかった。パッタポンドンチャカ、どうした。パッタポンドンチャカポンポンパッタポン。いや、それはまずい。絶対逃げろ。危ない。パッタポンドンチャカポンパッタポンパッタ。寝てる。やった直後だよ今。うん、やったら起きるけどさ。パッタポンドンチャカパタポンドンチャカ、ここでやれへんのか。そういうことだな。かかるターンか。わかった。ここでパタポンドンチャカで、すぐ目覚めさせて逃げる。こういうことだ。怪しい怪しい。液体をもらってる。パッタポンドンチャカ、いきなり来たー。エーク1個はやめてください。あー、これは逃げる。ポンパッタポンパッタ、おい、あわ
逃げたじゃん今。これだ、パッタポンドンジャッカ、ポンパッタポンパッタ、よし、よくねえ最後の盾ポンが。はい、逃げる。敵のモーションによってなんか回避のうちの一つだよあれは。パトコンとんちゃこ、後ろに逃げるか、あ、こいつ逃げるね、逃げない。パタポンドンジャカ、よいしょ、パタポンドンジャカ、ポンパッタポンパッタ、オッケー、食らってんじゃねえよお前、液体とか取ってる場合じゃないから。パッタポンドンジャッカ、ポンパッタポンパッタ、オッケー、逃げそう、やっと1フェーズいった。でも遠距離はだいぶ生きてるから盾なんていらなかったんだよ盾ポンたちには悪いけど、今追い風ね、ポンポンパッタポン、イエイ、いけ、さあ、どうか、パッタポンドンジャッカ、いや、わからんあの違いがわかんねえな。伊吹山から生まれた火に強いボスで、逆に氷結しやすい。しかし凍りついた時は要注意だ。足元だけが氷結し、移動はできないが、自由に動くハサミで攻撃を連発する。HP を半分近くまで削るまでは、自分の被害を最小限にとどめるのが上等。盾なんていらない。メガか魔法でいくよ。魔法にしよう。氷に弱いつつだな。よし、行くぜ。まず溜めて、ポンポンパッタポン、パッタポンドンジャッカ、ポンパッタポンパッ、ちょっとタイミングをずらす。あの完璧タイミングだと。ヒーローモード入っちゃう。これは逃げるんじゃないか。うわ、危な、ハサミ攻撃ばっかりやってくるっすよ。怖っ、お前捕まんない、捕まりやがった。でもあれは消滅じゃない、消滅だ。これがいきなり来るやつだと。違うじゃん無理だよこれつえー、つえーっていうか、どうすればいいか分かんねえカーチ君の偽物。あ、なんかいたような気がする。じゃあメーデン助けに行こう。ダメだ、あんなのやってられん。さてか、よし、魔法でいくか。魔法ポン、まだ3人とも強い杖を装備できたらちゃんと強くなると思う。まだ弱い。ええー、
攻撃していいのこれ。ああ。ワンでもあったよこれ。火つけちゃダメなやつじゃなかった。熱い熱いよ。でも火の武器持ってるし、ここ絶対に雨降らせなきゃいけなくなる。今回なんかリタイアしてばっかだな。もう先読みしていくよ。最後の方になってやり直す方が時間かかるから。こうして、ここを、雷はやめよう。でも、いい武器ないんだけど。いや、雷は100歩譲っていいとしよう。ちょっとぐらい燃えても大丈夫でしょう。降臨しとこう。雷は良しとする。応援はダメ。雷、いや待てよ、降臨しようか。これは大丈夫。あ、でも雷撃つんだよなこいつ。あ、メガポンなんて絶対ダメ。フィーバーしたら火の属性になるから。キバポンとかにするか。おっと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 、ダメだダメだ。やりはキーばっかだな。まどろみ、まどろみにするか。これで火つく要素はあんまりない。雷は一応着火効果はあるけど、まあそこまでじゃない。あんまりつかない。カーメンとらわれた。まず上の壊したいね。よし、じゃあゆっくり料理していこうか。目玉焼きを作るか。これで一目打尽よ。魔法使い来た。魔法使いは柔らかいからね。いいねここヒーロー槍は完璧だよ。よし、イエーイ。寝てるあれから発射されるのまどろみなんだ。エンジさんもう少しです。頑張って。合ってるっぽいね。火ついたらおしまいだから。よし。本当だ。なんか壊れそうに見えるけど、最初からあんなビジュアルだったかな。あの馬が可愛いな。できながら。敵が火の武器持ってないのは優しさだよ。結構早いなあの馬車。先にゴールされたら終わりだろうな。結構早いよ。灼熱状態にはならないわ。そしたら馬車燃えちゃうもん。え、でもあの看板灼熱状態になりそう。頑張れ頑張れ。
岩が嫌だ。やっぱり、え、あ、でも雨降らせればいいのか。ちょっとあのヒーローモード終わってから、ドンドドンドドン、回復は取んなくても大丈夫。回復したな。ポンポンパタポン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 、よし行こう。結構離されてるな。ヒーロー狙い撃ちしないで俺。イエイ。一歩歩いて一回攻撃。それくらいのペースかな。いいぞ。攻撃一回多かった。ちょっとメデン、さっきあと少しだって言ってなかった？嘘か？よし調子いいよ。いいね、岩壊すね。行け。なんか壊れそうな見た目にはなってるよ。これはなってる。壊れそう壊れそう。歩かないと。今ヒーローモード出ないでいつ出るんだよ。やべえ。ドンドドンドドン、燃えんの危ない。あ、燃えてる。ポンポンパタポン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 。よし、すぐ行くよ。フィーバーはしてないんだよな。あっち行っちゃったらどうなんだろう。早くフィーバーしないと。ちょっと縦ポンの後ろ遊んでるな。ナイス。上のも倒したい。回復いいね。なんかうちの舞台少なくない？ユミポンがいない。いつの間に。よしよし、上野がいなくなる。何それ、魔法の杖か。ちょっとメデンはまだいる？もうゴールしちゃったんじゃない？結構な速さだったからな。いた！いるいる。もう壊れそうだよ。熱さ超えた！ってことはステージがもう終わる。頑張れ！もう邪魔するやつはいないはずだ。あー、もうゴールだ。頑張れ。ここ越えられたらメデンが助かんないかもしれない。よし調子いい。やった。あー、ギリギリ。
あ、そこでゴールになるんだちゃんとゴールもした。で、なんかいい武器もらったかも。太陽シリーズ森だ、公園の森、公園の腕、回復の杖だって。そんなのあんの。寝坊って何。寝坊わかんない。雷鳥、はあ。いや、よかった、メーデン助けられた。メイン様、危ないところをお救いくださってありがとうございました。いえいえ、お互い様じゃ。これに懲りて戦場をうろつくのはやめてくださいね。本当ぞ。しくしく、メデンはカゴの鳥、一生ここで暮らすのですわ。悲劇のヒロイン気取りかよ。はいはい、涙出てませんけど。というか、あの城門を突破されたとは、さすがベンジ様。城門？ああ、そっか、いなかったのか。獅子出ました、ベンジ様。すっげえ。はい。パパ、ということで、次のステージだけ見とこう。キングはね、どうしようかな。ちょっと強すぎんだよな。冥界の新兵器だって。オーメンカーメン、新兵器を召喚したと。じゃあ次回その新兵器とやらを拝みに行きましょうか。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。